なんかさ、ああ、師匠、いってらっしゃい。202、お茶店ありがとうございます。こんな時間から出るのか。だよな。大変だな。あ、でも、俺もそうだったよな。大衆酒場の時はもう、もっと早く出てたもんな。2時ぐらいには家出たもんな。なんかいいことねえかな。アイちゃん、お茶店こんにちは。あらっす。ればっかりはダメだな。配信やると酒とタバコは進むんだよな。なんかねえのかよ、みんなよ。おもろいこと。青白はどうなりました？ 80% の可能性って聞きましたが。それ聞いてこいよ、青白に。ドラゴン、こんにちは。俺は聞いてないよ、その件については。なんだよ、その80%ってよ。それを高いのか低いのか。まあいいけどよ。お茶店ドラゴンありがとう。青白ももうと年齢はいってるもんな。若く見えるけど、もう38だろう。その割に体力あるよな、あいつな。俺なんか負けちゃうよ。あんな歩けねえもん。あいついっつもどっか歩いてるな。しかも真夏の炎天下でもよ。あいつ相当体力あるで。うるさいよ。音切っとくか、これ。ピロリンピロリン。ああ、やっぱこっちの方がいいわ。イチゴの方がシューッと入っていくわ。でもあれだよな、こ冷てえのを飲むから腹が痛くなんだよな、下るんだよな。
冷え冷えのロックアイス入れて飲むから、ガブ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 飲んでよ。9月は正念場だな、残りは。いや、それはキャスバル冷えてる方が美味しいけどよ。あ、食事を取ればってことな。で、俺飲みながら食えねえんだよ。まあどんの茶なんか知ってるだろうけど。でもどんのちょ、昨日は佐藤のご飯温めて、山太郎さんお疲れさんです、あのファミマの金のビーフシチュー、そこに丼にバーってかけて食ったよ。山太郎ちゃんお茶店ありがとう。あれうまいな、やっぱり。あれな、あれうまいな、これは当たりだと思ったよ俺。肉もさ、ほろほろって柔らかいしさ、じゃがいもでさ、結構ゴロって入ってるしよ。なんかワインかなんか結構使ってる感じの味だよな。俺裏側見ないからさ、老眼だから何が入ってるのかなが見ねえけどさ、あ、食わねえとな。でも体重減らねえんだよな、一定のところからずっと同じな。感謝してる？いやいや、俺がだから、これは俺がうまかったなっていうのばっかりだよ。まずいのは教えだってしょうがねえじゃん。だからその分どんのっちょな、俺結構ハズレも引いてんだよ、言わねえだけで。もう二度とこれ買わねえみたいな。で思ったんだけどよ、やっぱよ、9月入ってからよ、コンビニ弁当若干値上がりしてると思わない？あの全ての商品が。なあ、俺大体ほらさ、俺の場合はさ、買うものって決まってんじゃん。いつも通りに、おおヒロさんコンタありがとう、いつも通りによ買い物してんのによ、あれあれ俺なんか余計なものを買ったかなぐらいにの感覚。佐々木ちゃんこんにちは、握手ありがとうね。玉でにして節約すれば。大阪はね今日は暑い。
タまでまで行くの？チャリこいで。何？100円のナポリタン食うの？いや、まずかねえんだよ。俺食ったことあるから。キャスバル？いや、その日に食えば大丈夫だよ。基本言われてんのは、生ものは買うなと。惣菜は火通してあるからまず大丈夫だろうと。焼きそばとかな。しかも量が多いんだよ、玉での。結構入ってんだよ。ゴールドいらっしゃい、お疲れい。俺、玉で否定派ではないよ。まあな。でも俺は、東昇ちゃんいらっしゃい。俺の場合は腹っぺらしじゃねえのが助かってるな。だからよ、他の配信者なんてよ、やったら食うじゃん。食費相当かかってんじゃねえかなと思ってよ。ひでこさん、お茶てありがとうございます。なあ。みんな、すっげえ食ってんな。まあ、若いっていうのもあるんだろうけど、体力あるのかわかんないけど。俺は今ね、58。俺ね、基本的には草食。なんだろう。山登りしてた時も食料そんなには持ってかなかったな。あれだよね。人の食事とかを見てるとさ、山登ってさ、でも山でガツガツ食ってるやつってあんまりいねえもんな。山登りやってるやつってみんななんかガリが多いぜ。傍若って評判どうなの？悪くないんじゃない？だって若ければ100人ぐらいは来るんだろ？坊主、デブクライマーとかいる？俺は見たことない。俺はだよ。みんな細っこいよ。細くて、身長がそんなに高くないやつばっかり。160センチ台ばっかり。
170とかのやつはいないよ、ほとんど。スペック調べてみればわかると思うけど。キャスワル。あ、よ、ありがとう。ごめんね。いつもありがとう。だってよ、坊主よ、俺クライミングジムとか通ってた時よ。あ、新田次郎？ああ。昨日相当佐野さんのことをコケにしてたんで腹が立ちました。いつものことだからな。いいんじゃないの？しゃあねえ。アンチが多いって聞いたよ。いや、匿名枠にすると湧いてくるけど、通常枠だといつものメンバーが来てんじゃねえの？アンチコメントはほとんどないんじゃないの？あの人さ、ブロックあんまり入れないから、数字減るの極端に怖がるから。それでもアンチが湧かねえっていうのは、俺んとこなんかさ、うるさいなこいつと思ったらバンって入れちゃうからよ、わーっつって でもそんな俺だってさ、数字見たってさ、170だろ？だいぶ減ったで。前は300ぐらいは来てたはずなんだけど。半分ぐらいになったかな、今のこの感じでだと。300、450は来てたはずなんだけど、まあ。俺の放送はもういいやっていう人がいるんだろう。それはしょうがねえな。リスナーもどんどん入れ替わっていくから。その代わり、まあ俺の場合おすすめに乗らねえから初見が来ねえっていうのが痛えけどな。初見ですがほとんどいねえだろ。俺んとこは。坊主は新田次郎の山岳小説を結構読んだのね。じゃあ、あれか、加藤文太郎の小説も読んだかい？うなちゃんマンの頃はすごかったでしょ。あ、ニコ生やってる時の頃？あ、ない？だから、キクちゃんよ。キャンプ配信とか見てみたい。やるのはいいんだけど、今俺、アップアップなんだよ。銭がなくて。ユキチにも誘われてんだけど。まずマニーがねえよ。ダメだよ。無理。リームです。俺だから電動自転車売っちゃおうかなと思ってんだもん。
でもなー、そしたらチャリなくなっちまうしな。アビー？それは別にいいんじゃないの？富士山測候所の職員が風速60メートルで飛ばされるところとか。ああ、冬だろ？夏場はそこまで吹かねえと思うけど、冬は常に6、70メートルは吹いてるよ。いやいや、ママチャリ買いますかじゃなくて、てか買う金をじゃあどうすんだっつう話じゃん、カラスよ。金がねえから電チャリ売ろうかなっつって思ってんだからよ。でも5万にもならねえだろうな。佐野さんは来月はツイキャスからいっぱい入ってくるよね。いやいや、だからカラス俺1ヶ月飛ばしちゃってっから、9月の25日に入金分は31万入ってくんだよ。だから先月と今月分で。だけどその分家賃一発飛ばしてるから、家賃2ヶ月分ぶっ込まなきゃなんねえから、結局意味ねえじゃんって話なんだよ。そう、そういうことよ。そこですよ。そういうことです。収益重視の、配信をやってこなかったツケが回ってきてますね。でもね、何も面白くもいいこともやんねえでよ、くれくれマンにばっかり言っててもしゃあねえしな。今ふわっちやってるとしたらイベントとか出ますか？いや、出たってダメだよ俺は。逆に恥かいちゃうよ。そこはもう自分で認識してる。湧いたから稼げるかどうかは分かんねえな。とにかく自分のそういう心配事が解決しない限り、乗ってかないよね、こうテンションが。だから悪循環の始まりなんだよこれが。わかる？ そう、俺やっちまったなぁだもん。12時忘れもしねえよ。起きたら6日の夜中の12時38分だったよ。ああ、やっちまったと思って。くそー。あちゃちゃだよ。まあな。アレイピア、こんちは。金がないと心にも余裕がなくなってくる。そうなんだ。
いや、予定ではまだ大丈夫だろうと思ってたんだけど、金落としたろ？あっからおかしいよ。いや、5万ぐらいにはなると思うよ。パナの、そこそこいい値段したチャリだから。で、俺、綺麗に使ってるから。3分の1ぐらいでは売れると思うよ。だって俺、大衆酒場やってる時に、そろそろ電チャリにしようかなと思って、後半半年ぐらいしか店との行き来で乗ってねえもん。あとこの辺はうろうろはあんまり回ってねえからな、電チャリで。かっぱられんの嫌だから。でよ、カラスよ。なんか、あれ、この間もニュースでやってたけど、電動チャリのバッテリーばっかりかっぱらってパクられたやつがいるけど、マジ電チャリのバッテリーかっぱくり多いぜ。チャリじゃなくて、あれ。ネットとかに出てるやつってほぼパクられたやつだと思っていいよ。たらここんちはです。本体じゃない、もうバッテリーそれ目当て。関西でな、相当かっぱらってたらしいやつが捕まったよ。どこの警察署に捕まったんだっけな。大阪のどこだかな、吹田かな、豊中かな、だからどっかそっちの方だよな。でネットでバンバン売ってたっていうんだから。コツさえつかめばすぐパコッて外れるらしいよ。